8分音符の裏拍の16分音符ぐらいのところ、時間軸で書くとこれとこれの音の中間のあたりだから、この辺ですよね。この辺のタイミングで、コードを完成させています。ほとんどコードの外形ができてますよね。っていうふうに前の形状のところから最後のこの6号のプリングオフがのあたりでもう完全に次のコードの形状を意識してます。それで移動して着地してるだけ。だからまず練習の手順としては着地の練習をする。合わせてそれがこの曲で使われる時間的なルールもこれに加えて着地の練習を発展させる。次はここの部分が終わるまでのピッキングを伴ってみる。ポジションで11小節目はどちらかというと肘が体に近い方向に締まっていく感じで、人差し指が床方向、小指が天井方向に入りやすいように、前腕部をこういう方向に回転させるつもりで入れてくると上半身を連れてきてくれると思います。今手のひら、今手の甲見えてますよね。これが手のひらが後ろに見えることで随分と体をひねろうとしてますよ。ここもかなり ひねっていますというか、なんで背中が見える面積一気に変わるの分かりますよね。曲の出だしと全く同じですよね。で11小節目完全に 1,2,3 ポジションです。次12小節目 2,3,4 ポジションに移ってきますよ。一応キーオブ A ハーモニックマイナーに転調したと言っているので、ここは転線じゃなくて実線のドミナントモーションマークにしちゃってもよろしいですよね。でまたここで5番から1番をやってるように見えるけど、ここは A マイナーじゃなくて A7 に向かっているので、また転調するわけですよね。でもまあセカンダリードミナントで A7 を呼び出してきてるぞと。でこの A7 は何の役割をしているかというと、まずここの全体的なキーを眺めていくとでしょ、ここの全体的なキーを眺めていくと、これ G メジャーが1番なんですよ。だからキーオブ E マイナーの双子の兄弟、平行調のキーオブ G メジャーに転調している部分なんだと。でそれをですよ、あのね、ここと同じような方法で呼び出してきてるんだけど、今度はちょっと洒落ている。あのこっちはこれを同じことを2回繰り返してたじゃないですか。でここね、あ、なんだよ、こことここ見比べたら違うじゃねえかって思うかもしれないですけど、 C シャープデミニッシュっていうのは A7 フラット9のハーモニックマイナー上のいわゆるD ハーモニックマイナー上にある5番と7番なんですよ。